勝をかけた戦いで韓国が4ランにまさかの敗戦。4ランプレスうますぎやろ。韓国はサイドで出しどころなくて、中に戻した瞬間4ランのプレスを受けてボールを落すと、韓国のビルドアップのパスカットから4ラン前提てか4ラン強いわ。アジアは日本と韓国の時代とか終わったな。韓国中盤とディフェンスライン弱気なバックパスばっかでマジでずっと気になる。だからイラン人が中に入ったり降りてきたりしてるんだろうな。ターンオーバーしてないから韓国体力厳しいんかな。やっぱりソン・フンミン今週末のブライトン戦の試合に出ることが決まりました。日本はマジでしょうもない負けだったけど、韓国も負けるようだとガチアウェイっていう点も考慮しても良いかもな。日本も韓国もあんなにスター選手揃えてるのに、なんでアジアのわけわからん国に負けたりするんだろ。ここで見たら圧倒的な差があるのに。やっぱアウェイの洗礼受けてるよね。日本韓国がアウェイだもんな。